はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、レトロゲームをレトロフリークにインストールしていきたいと思います。興味くるまあたりと始めていきましょう。本日はね、アイスコーヒーをいただいております。今回もね、メルカリでね、ファミコンソフトを5タイトル購入しました。まず紹介していきましょうか。すべてね、ファミコンですね。はい。ドンキーコング3、ワルキューレの冒険、時の鍵伝説、怪獣物語、ドラゴンクエスト1ですね、無印、そしてウィローの5作品になります。やっていきましょうか。うん。まずね、ドンキーコング3からね、プレイしていきましょうかね。はい。このゲーム実はね、僕は、ファミコンはね、1983年発売されたんですよね。その1年後にね、僕は買ったと思うんですよ。1984年かな、まあ、それで、まあ、小2か小3ですよね。小3かな。その時ね、初めて買ったファミコンのカセットっていうのがね、ベースボールとね、このドンキーコング3なんですよ。はい。行きます。アムロ行きます。最近似てませんね。昔も似てなかったか。さて、ドンキーコング3、一発で入りましたね。もちろん、ね、任天堂のタイトルですね。はい。うん。なんか俺言い間違いしてたな。1983年に発売されたんだよね。ファミコンはね。ファミリーコンピューター本体はね。まあ、それで、このゲームは1984年の4月4日に出てると。あ、そうだ。だからね、おそらくね、僕は誕生日ね、7月5日なので、まあ、1984年の4月5日にね、誕生日プレゼントとして、ファミコンの本体を買ってもらったんだと思うんですよ、両親ね。それで、まあ、1日前が4月4日、ドンキーコング3の発売日だということで、ファミコン、ごめんなさい、ベースボールとドンキーコング3買ったんだ。まあ、そういうことだと思いますね。覚えてませんけど。行きましょう。さて、ゲームモード、A モード。さあ、あとこれね、ドンキーコングをね、押し上げていってね、はい、シューティングっぽいんだよね、これね。それ、こいつらが5つのね、この虫みたいなのがね、下に置いてあるフラワーをね、ちょっと持っていくんですよね。はい。懐かしいな、これ。難しいな、これ、結構ね。うん、あ、いや、やられてしまいました。ごめんなさい。はい、これね、難しいね。ドンキーコング、ドンキーコングジュニアのが簡単だと思うな。3ね、結構マニアックな感じがするんでね。このゲームやられてない方いるんじゃないかな、結構ね。難しいな。懐かしいな、これな。まあ、大人になってから、まあね、いけない方法でやったことあると思うんですけど、これほんと久々ですね。はい。これね、やっぱり難しいんだよね。あ、持っていかれたね。ちょっと、これ1年からこんな難かったっけ。練習、そう、これ使ったら速くなるんだよ。確か。ね。よし。1面クリアやりました。これでもね、このシステムがずっと続くんだよね。うん。ドンキーコングとドンキーコングジュニアとは違って。まあ、この似たようなステージがね、続くわけですよ。これ、パワーアップね、持ったままやね。はい。これクリアとかあったっけ？一周クリアとかありましたっけ？全然覚えてないな。ラウンド2って、R2 って出てますよね。左上に。パーフェクト3000点。まだ残ってますかね。あ、まだ残ってるね、これね。あ、ちょっと切れた。でもいけるよ。よーし。3面クリアやりました。これはだからね、まあ、当時、シューティングゲームってそんな、まだ出てなかったでしょ。ね。あ、このでかいのね、飛び散るんだよね、確かに。おー、怖い。だから、真正面からね、撃たないといけない。持っていかれたね。持っていかれた。この、さあ、ゲジゲジも落としよう。ゲジゲジ邪魔すんなよ。ゲジゲジじゃない、芋虫やな、あれな。これ難しいわ。こんな難しかったでしたっけ、ゲームオーバー。ああ、でも面白いね、これね。これやられてない方結構いるんじゃないかな。ドンキーコング3ね。有名ではありませんよね。一番知名度がないと思うんですけど、ドンキーコングシリーズではね。うん。
まあ、シューティングっぽいね。うん。ちょっと一旦切りますね。はい。あ、ごめんなさい。先ほどね、ドンキングオフ3の動画のところでね、イモムシをね、ゲジゲジと間違えてしまいましたね。最近ね、家の中でゲジゲジがよく出るんですよね。ゲジゲジね、なんであんな足多いんだろうね。めちゃくちゃ足がね、100本以上ありそうな感じするよね。あれすごい怖いわ。ね、害は与えない虫なんだろうけど、怖いよね。ね。さて、怪獣物語、ごめんなさい、怪獣物語行きましょうね。これ RPG でしたよね。でもやったことあるのかな？やったことないと思うな。まあ、ナムコさんの RPG っていうのはちょっと珍しい感じがするんですけど。うん、うんともすんとも言いません。うん、これはダメなの、ひょっとしたら。レトロゲームはこれがあるからな。これダメなパティーンか、これ。ねえ。怪獣物語でレトロフリークに認識しないの、ひょっとしたら。あ、行きましたね。はい。やりましょう。1988年だからね。もう中学なってんのかな。ね。行きましょう。まあ、当時 RPG 全盛時代だからね。怪獣物語もやったことあるのかな。全然覚えてないな。名前は、存在は覚えてますけどね。うん。まあ、ナムコさんだからね、どういう RPG なのかな、これ。始める。ちょっとキャラがね、ちょっとサンリオっぽいね。あ、ごめんなさい。地球から来た少年。まあ、国会にしようか。ちっちゃいつい入れられないんだね。ちょっとごめんなさいね。これレトロフリークのコントローラーのせいなのかな。操作性悪いね。まあ黒でいきましょうね。はい、終わり。はるか昔この世界には背中に小さな貝をつけた怪獣という生き物が住んでいました。怪獣たちは世の中の平和の守り神として怪獣島で楽しく暮らしていました。うん。怪獣島には島のお守りとして3つの貝が祀られていました。昔は4つあったその貝も暗黒大魔王との戦いで1つは遥か彼方に飛ばされてしまっていたのでした。怪獣島には古くからこんな言い伝えがありました。いつの日か再び暗黒の闇より大魔王が蘇るとき、天空の彼方より火の怪をまといし勇者が舞い降りる。その時こそ火、水、大地、大気の4つの怪を揃え、暗黒の闇より蘇りし大魔王を封じ込めよう。うん、よくある話やな。そして今、千年の間暗黒の闇に封じ込められていた大魔王ファットバジャーがその封印を打ち破り、昔の恨みを晴らすべく大陸の村々を次々と滅ぼし闇に包んでいったのでした。それを知った怪獣島の長老は再びフィットハンジャーを、ごめんなさい、倒すべく島の中から選ばれし3人の子供たちを見つけ出しました。一刻も早く天空より舞い降りる火の怪をまといし勇者と力を合わせて暗黒大魔王を倒すのじゃ。そして小さな勇者たちはファットバジャーを倒すため旅立っていきました。うん、なるほど。しかしファットバジャーの魔力によって3人はバラバラにされてしまったのです。うん。そして小さな4人の勇者の冒険が始まります。なんかボタンがおかしいな、これ。ここはマイオのお城、王様の部屋、一人の少年がたどり着いた。
ああ、あなたこそ火の会をまといし伝説の勇者ですな。噂では世界に小さな会をつけた怪獣たちが大気、水、大地の3つの会を携えてこの世のどこかにいるそうです。暗黒の闇より蘇るし大魔王ファットバジャーはすでに多くの村々を暗黒の闇で追い尽くしています。一刻も早く伝説の怪異を持つ怪獣たちと力を合わせてファットバジャーを打ち倒し、この世界に再び明るい光を取り戻してください。この世界のどこかにはファットバジャーを倒すのに必要な4つの宝が隠されています。そしてその在りかを記した地図はここらにいるジプシーのおババが持っているそうです。まずジプシーのババに会い、宝の地図を手に入れるのが冒険の近道でしょう。長いね、この RPG ね。はい。これ王様か。ね。王様って言ったら、金満の王様を思い出すんだよな、俺な。まあ、グラフィックはね、ドラクエみたいな感じですけど、やっぱり作り込みがね、ドラクエの方がやっぱり、ね、雰囲気あるよな。あ、テントで泊まるタイプか。FF も昔そうでしたよね。はい。武器は強さで分かりますかね。黒ナイフ、革の服、一応ね武器も防具も揃ってるので、まあ、ちょっと敵と対戦してみましょうかね。なんかおばばを探しに行くんでしょうね。地図をなんか取りに行かないといけないらしいので、こういうのをねいちいちね、今の昔の RPG はさ、話を聞かないとね、クリアできなかったんでね、物語を進めることができなかったんですけど、今のドラクエ11のね、体験版ちょっとやったんですけど、勝手に喋ってくれるよね。ああいうのやっぱりいいよな。妖芸もそうですよね。うん、うん、弱いね。ちょっとこれはバトルモード。オートとかでいいよ、これは。オート。長いの、この戦闘ね。あ、倒しましたね。はい。あ、この時代からオートってあるの、ひょっとしたら、戦闘ね。今の RPG なんてね、リメイクされたら結構オート戦闘になってたりしますよね、なんか。これオートでやってくれるんですかね。ね。まあ、ボタン今押してませんね。押さないでもできるの。うん、押さないとダメなのかな、やっぱり。やばいですね、これね。なんか魔法とか使えないのかな。ま、マジックポイントゼロだから使えないな、ね。え、めちゃくちゃ強いじゃん。黒大丈夫か。黒は死んでしまった。そして魂が体から抜け出した。おお、選ばれし勇者が死んでしまうとは。まだまだあなたを死なすわけではいきません。私の力で復活させましょう。黒弱いな。これお金半分になってたりするんですかね。だけど今回これで終了しましょうか。はい。RPG ね、もう最近できなくなったな。ね、おっさんになったら RPG とか、ちょっとめんどくさくなりますよね。僕もだからドラクエ11はクリアしてないし。ね、RPG はやりたいとね、思いませんね、最近はね。ファミコン時代の RPG とかできないな、さすがにな、レトロゲーマーでもね。うん、なんか、麻雀のね、RPG、麻雀 RPG っていうのがあるらしくて、あれやってみたいんだけどね。なんか、ブログで書かれてる方がいてね。
さて一旦来ますね。はい。はい、時の鍵伝説ワルキューレの冒険行きましょうね。はい。これもね、僕は憧れてたな。やったことあるかちょっと覚えてないんだよな。これ小学校時代、中学時代、どっちかな。なかなかね、深く押し込まないとね、認識しないような。はい、あ、入らないね。なんでだろう。よし、OK。ナムコさん、やっぱり小学生の頃ですね、1986年。かなり初期のね、ゲームになります。これはアクション RPG かな？ゼルダの伝説みたいなゲームですかね。はい。まあ、ワルキューレの冒険とかね、PC エンジンでも、なんかリメイクされて出てましたよね。確か出てましたよね。まあ、人気のある作品で、まあ、ナムコさんのね、作品ですからね。これはちょっと、星座、カニ、血液型 A 型ですね。色。まあ、青やな。はい。スタート。あ、ストーリーないんや。ストーリーない方がいいよな、やっぱり。おぉ、刀を振るんやね。お、まあ、マジで。すごいね。まあ、お金をね、集めていきましょう。お金が17ゴールド。18円。おー、これ体力もね、下にあるんでね、ちょっと、これレベルアップしていくんだろうね、おそらくね。難しいね、これね。さ、もうピンポン鳴ってますよ。ね、金婚館ケンちゃーんみたいな。ね、金婚館鳴ってますよ。これ結構むずいよな。あ、薬ある。あ、薬あったら大丈夫だな。あ、でも金婚館鳴りっぱなしですね。いや、何これ、枠、すごい枠ね、これね、敵が。やばいです。早くもゲームオーバーなりかけです。これ難しいね。スタートしますね。じゃ、薬使います。スタートで。あ、戻りましたね、はい。Bボタンで使うんだね、はい。あ、ボタン間違えてた。あ、セレクトは何もないね。これはね、やっぱりヒットポイントがね、増えていくんでしょうね。レベルアップなのかな？レベルアップシステム。あ、これ俺全然やったことないね。街もないし、街とかないの。おぉ、まあ、すげえな、これ。レベルアップしないとね、ちょっと離れたところ行けないんですね。へぇ。まあ、ちょっともう一回やりますね。ね、街とかないからね、これね。下に行ける。下なのかな、ルートは。まあ、お金をね、拾っていきます。こんなゲームなんかやったことあるなぁ。あれ、ワルキューレかどうかわからないんですけど、最近なんか、最近というか大人になってからちょっとやったな、これ。ワルキューレだったかな、あれ。あと下の方がルートなんですが、敵は弱いですよね。これ、いけないね。あ、いけるんだ。なるほど。あの隙間通れるとはね。あ、なんかありましたよ。あ、やばい。強い、強い。待て待て待て。何も入れないね。なんで？ひょっとしたらコンティニューになってるのかな。ちょっともう一回
死んでみようか。死んでみてこのデータが受け継がれてるのかどうか知りたいね。受け継がれてるのであればちょっとね、あの楽しまれますよね。やっぱり続けてやりたいなっていう気持ちになりますよね、うん。あ、夜になりましたね。ちょっとやられようか。290っていうのが経験値。あ、家があった。へー。あ、やっぱりレベル上げていくんだね。キーワードこんな長いのこれこれあれメモっとかないといけないのこれ。まあ今の時代ね、スクリーンショットもあるし携帯もあるしね、大丈夫なんですけど。そうか、これは大変やな。次のレベル500か。うん、なるほど。はい、ベッド入れんの。あ、入れますね。はい、なるほど。これでレベルアップしていくんやね。はい、これちょっとやられてみようか。やられて、あ、死んでしまいましたね。これでスタートしたらどうなる。290、62、覚えておきましょうね。あ、ゲームオーバーになります。あ、コンティニューあるんやね。はい、あ、ちょっと減ってる。減ってて、ごめんなさい、取り乱しております。うん、まあちょっと減ってるのかなね。あ、でも続けて遊べるんだね。なるほど。これはまあ面白いかどうかわからないけどね。先がちょっとどんな感じなのか全然わからないんですけど、まあ、こういうコンティニューがあるっていうのがやっぱりね、親切でやる気がね、あの途絶えませんよね。うん、うん、なるほど。いただきます。はい、次はね、いよいよドラゴンクエスト無印ですね。はい、ね、あの諸著作というか初めてのドラゴンクエストね、もちろん。このゲームは僕は借りてやってたな。うん。まあ、それでクリアできなかったと思うんだけどね。途中でやめてしまったと思うんですけど、まあ、復活の呪文でね、ね、すごい強い、ね、あの、レベルが高い復活の呪文の、なんて言ったらいいんだ。まあ、そういう裏技みたいなのがあってね、竜王は倒したことあると思うね。まあ、その後にね、いろいろなんかリメイクとか出てたんで、なんかクリアしましたけど、携帯版のドラクエをクリアしたかな。うん。うん、なかなか入らないね、今回。押さえつかないとダメだ。押さえつけたらなんとか入るんですよね。はい、ドラゴンクエスト堀井雄二ね、鳥山明、杉山浩一、1986年だね。うん、で、僕はこれね、初めてプレイしてね、もちろん RPG ドラゴンクエスト無印が初めてだったんで、まあやっぱり面白かったよね。うん、いいね、いいね。これこれね、あの10年前か、2009年ね、僕はね、怪我して入院したことがあったんですけど、その入院中にね、ドラクエ11がね発売されて、そのドラクエ11、まあ、DS だったじゃないですか。DS をね、入院中持って行ってて、ドラクエでね、ね、最初のこのファンファーレ聞いたときね、涙が出そうになりましたね。まあ、黒で行きましょうかね、はい。あ、この音楽いいな。今のね、だから、ドラクエ11とかの音楽より、この1、2、3とかの 方がね、僕は好きですね、BGM ね。今のドラクエの BGM ってそんな好きになれないんだよな、俺は。この頃の音楽の方がなんか妙に心にきますね。ね、光の玉を授かり。竜王ね。
兵士に聞けばね、はい、まあ、宝箱ね、いただきます。これ調べるかなね、取る、あ、取るなんてコマンドあったよね。ね、これ鍵もね、一つずつ減ってくタイプだったっけね、違ったかちょっと覚えてないな。あ、やっぱり鍵減っていくタイプやな、確かな。うん。あ、話すってこんな感じなの？へぇ。やっぱドラクエでね、東西南北覚えたっていう方もね、多いんじゃないですかね。ね。姫がね、洞窟の中、途中にね、閉じ込められてるって、あれもなんかね、あんなとこにね、姫を閉じ込めるっていう。ひどいよね、竜王。ね、一度使うとなくなってしまうんですよね、鍵ね。はい、まあ、ここでも使うの、ひょっとしたら。ここでも使うのかよ。ここ鍵かかってんの、ひょっとしたら。あ、違うよね。さすがに違う。鍵減ってないよな、これな。え、今、鍵減ったの、ひょっとしたら。いや、全然覚えてないわ。階段とか押さないといけないんだ。こんなんやったっけ？へぇ。すごいな。うん。まあ画質はね、そんな汚いなとは思わないんだけど、システムがね、やっぱり、ね、古臭いなっていう。まあ、でも結構サクサクですよ。もちろん、あ、鍵もないもんね。鍵、まだね、扉やりますね。やっぱ、さ、王様の部屋の鍵、鍵かかっとったんや、あれ。ちょっと武器持ってるかな。あ、持ってないね。装備もないね。道具。ほんとわからないね、これね。これ宿屋で装備させてもらうんでしたっけね。え、うん、まあそれでちょっとね、武器買いましょうね。ここやね、武器ね。防具の方がいいかな。武器やんな、やっぱり。うん、銅の次欲しいところですけどね。まあやっぱり棍棒やな。はい、革の服買えないね。まあ、やめとこうか。はい。まあ、薬草をちょっと買っときたいなって。ここになかったっけ？なかったか。全然なんか記憶と違うな。道具屋どこだ？竜王の姿が見えるってところもね、独特だよね。あ、ありましたね。はい、薬草買っときました。薬草24ゴールドもするんだ。高いね。やめとこう。はい、まあ、これちょっと革の鎧欲しいなっていう。これ装備してんの？勝手に装備してんだ。へえ。武器買ったら勝手に装備してんの。なかなか不親切だったんだね。全然覚えてないわ。あ、スライムにはね、勝てるでしょ、さすがに。ねえ。2ポイントしか与えないんだ。ねえ。あ、1ポイントね、はい。
よし、弱いな。これでね、レベル上げしていくんですよね。レベル上げじゃねえよ。レベル上げね。はい。ちょっとね、下の方行ったら強い敵が出てくるかもしれないので。あ、スライムベスだ。懐かしいな。この BGM もね、なんとも言いませんよね。よーし。2ゴールド。1ゴールド多いね。スライムばっかり。ちょっとレベル上がりませんかね。まだですかね。あ、この辺りね、経験値とかも載ってるんだね。ね。わかりやすいような、ね。いや、このでもドラクエ1のね、音楽最高ですね。うん。この音楽ね、甲子園でさ、応援に使ってるチームありませんでしたっけ？あれ違うかな？あれは違うか？ドラクエ3。これはさすがにないか。違うね。うん。ごめんなさい。ちょっと、まあ、終わろう。ちょっと、セーブしておきますね。はい。レベル上げしたかったんですけど、まだですね。はい。ちょっと、やめます。うん。いいね。やっぱりドラクエは。懐かしいわ。さて、一旦切ります。さて、最後ですね。ウィドウ行きますね。ウィドウってね、これ僕は全く知りませんね。ただ、カプコンさんのゲームなんでね、外れはないだろうと。アクションゲームを期待してね、買いました。はい。全くわからない、ウィドウって。よーし。1989年なんでね。まあ、後期ということになりますよね。ファミコン後期のゲームで。まあ、カプコンって言ったらほとんどアクションだと思うんでね、これどういうゲームですかね。アクションだったら嬉しいよね。まあ、後期のファミコンカセットだからね、ひょっとしたら重いのかもしれないね。うん、入りましたね。夢と幻想の物語。この世を見守る二人の神がいた。あ、このあたりいいね。ごめんなさいね。僕ね、他人の実況を見てる時もね、皆さんね、オープニング画面、喋らないで 見ろみたいなことを言うじゃないですか。僕はでも、喋ってほしいんだよね、実況者に。だから自分でも喋ってます。はい。スタート。おー、RPG かよ、これ。ウィドウって RPG ですか。なんだよ、それ。ああ、ウィドウ。あなたが、神様に選ばれた、誠の勇者だなんて。でもあなたの正義と勇気があれば、きっと、ハブモーダを、倒すことができるわ。もし、旅の途中で、疲れたらここへ帰ってくるのよ。体力を回復することができるからね。それから旅に出る前に隣に住んでいる村の長老ハイヤルドウィーに話を聞くといいわ。ウィロー気をつけてね。悪の女王バブモーダーを倒して必ずこのネルウィンの村に帰ってくるのよ。隣ってどっち？どこ？あ、こっちかな？ね。え、どこ隣って全然わからないんだけど。こ、逆かな？小さな家ですね。あ、こっちですかね？はい。縦穴式住居みたいな。あ、いましたね、長老。おう、見ろよ。ネルイン族の素晴らしい勇者。天空からの使者、ハブモーダを倒すことのできるのは、正義と勇気を持つ者。ウィロー、お前だけなのじゃ。己の力を信じるのじゃ。そして、偉大なる魔法の力を信じるのじゃ。さあ、この魔法のどんぐりを持っていくがよ。
これはいかなるものも石に書いてしまい、その動きを封じることができるのじゃ。旅の途中でここへ戻ることがあれば、魔法の力を回復させてやろう。さあ、見ろよ、平和のために旅立つのじゃ。今回はね、ちょっと RPG っぽいゲームがね、多くなりましたね。ちょっとまずこの長老は、あの武器何一つくれなかったって、どんぐりだけくれたんやね。これが魔法使えるのか。まあこれでいいですかね、はい。まあ、当時ね、RPG が流行ってましたからね。どこにいるの、そいつ。まあ、この先にいるんですかね。あれ、何これ。魔法使ってんの敵じゃないよ。おばちゃんだよ。おばちゃんにちょっと、敵、ねえ、なんか魔法使って、マジックポイントが2ポイントになってしまいましたよ。この辺りもね、街の中を全部探さないといけないっていうのがね、ちょっとめんどくさいなって。あ、いましたね、はい。あ、ロングソードくれるんだ。これでちょっと外に行きたいですね、はい。まあね、カプコンのことなんで、アクション RPG かな、ね。どんな感じで剣振るんでしょうね。これでね、あのソードで、まあ、使えますよね。これで、オッケーなんで。あ、やっぱりアクション RPG だ。聖剣伝説みたいな感じでしょ、これ。ちょっと外に出ましょうよ。まあね、防具まだ持ってないんですけど。あ、この辺りからね、敵が出てくるんですかね、ひょっとしたらね。はい。もうちょっとね、村でね、話を聞かないといけないと思うんですけど。まあいいじゃないですか。あ、これ簡単やね。スライム弱いね。まあ、操作性はね、やっぱりカプコンのゲームだけあって、悪くないですね。いいですね。まあ、というわけで今回これで終了しましょうか。はい。このゲーム全然しませんね。初めてやったわ。全然存在すらしなかった。まあ、というわけでね、今回ね、目標の、まあ、300本って言ってたんですけど、301本ね。はい。他のソフトが入ってるんで。まあ、それで、あと4本ということになりましたね。はい。またね、前も話しましたけどね、茨城のおばちゃま館と、門真のね、ハードオフには行ってきたいと思ってるんですけど、まあ、あと4本ならね、もう時間の問題ですね。カウントダウンに入ったなと。はい。まあ、というわけで今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。